吉田さん、私はね、とりわけ自分の人生を美化しようとは思わないんですけども、でも客観的に振り返ってみたら、やっぱりね、これはすごいことだなっていうことが、よくありますね。まあその最たるものが、40歳まで麻雀店の親父やってて、黒字を一切出さなかった、しかも自堕落だった私がね、40を境に、まるで別の人生を歩むことができたってことなんですよ。その根本は、全てを一点集中して、これができなかったらもうね、自分の人生ない、命はないぐらいに差し違えるつもりでやったら、まあ思い通りの人生が始まったってことなんですよね。これね、伝わりにくいんですよね、多分これが。だってみんなそれぞれ本気でやってるし、そうなればいいのになっていうふうな願いを込めて全てのことに当たってると思うんですよ。まあけど吉谷さんなら分かっていただけると思うんですが、まあ、私のことで恐縮なんですけどね、私の本気度ってのは何点か聞いたことも見たこともないようなことをやってることで証明されてると思うんですよ。まあサイトをね1万個以上作ったっていうのは私が言ってるだけなんで、まああまりね、確証は得れないと思いますけども、でもそれぐらいやらないと1億円は作れないですよ。でもっと言うとですね、深夜2時から3時から早朝の6時からコンサルを受け付ける、24時間受け付けて、で、命を捧げるみたいなね、そんな言葉も発するわけですよね。ネットビジネスに参加する人がたくさんいる中で、おそらく吉谷さんが顧客のために命を捧げるんだ、死ぬんだって言ってるようなザレ言を言ってる人は私一人だったんじゃないかなと思うんですよ。また他の場面で20時間ライブでコメント書きまくる変な人ってのは私一人だけだったと思いますし、結果圧倒的に不利なところから圧倒的に稼いだ、そして未だに発信し続けてる、そんな人物も私一人だったんじゃないかなと思うんですよ。だからね、私はね、別に吉谷さんに認めてほしいとか誰かに認めてほしいってことざらに言うつもりはないんですけども、思うところはないんですけども、ただこうやってね、吉谷さんが何がしかの信頼を持って、ローという言葉にね、縁を感じて、そしてこうやってやり取りをしてくれるってことは、このペースでね、まあ、非常に、誇り高いっていうかね、ありがたいことですね。吉谷さんの成功は私の成功でもあるんですよ。多分私が落ちぶれるところは吉谷さんをね、見たくないと思いますし、そんなことありえないと思ってるでしょうから、その期待にね、応えるためにもまあそこまで気負ってないんですけどね、私はリスクエッジをとにかく細かくやって、何があっても潰れないようにしていこうかなと。で、究極はですね、全ての資産を失ってもまた40歳になったつもりで一からやったろうかなみたいな腹もくくれてますしね。それを考えたら、今の状況を大切に生きることなんてすごい簡単なんですよ。なんせ何もないところから構築した自分がいるんで、今ある状態の自分をさらに高めていくことは望めばできると思うんですよね。でも侮らないように、油断しないようにやっていこうと思います。また発信もこれからもますますやっていってね、1年前の私の発信の受信者の方、視聴者の方と全く今はまた違ってると思うんですよ。もちろん共通の方もいますけども、去年までは考えられなかった方がだいぶ私の視聴者さんとしてね、ここにいるんですよね。まあ、そう考えると全ては変化しますし、この私の変化についてくる人も一部だと思いますし、途中からね、私の発信に気づいてくださる方、一緒に付き合ってくださる方もいますし、途中でね、進む方向が変わるのも仕方がないことかな。全ては変化しますからね。まあその変化の中で自分の人生を今までと違うものに変化させるか、それとも今までと同じ延長線上でどんどん尻すぼみになっていくか、本当にね、希望通りに行ってほしいですし、希望を自分で見つけてそっちに向かってほしいなと思います。遠くの山に旗を立てる、ね、言葉で言ったら簡単ですけども、大抵の方がそれをしてないんじゃないかなと思います。しかも足元を一歩一歩固めるってことも多分してなくって、言われたことをこなすのが精一杯の日々に甘んじてるんではないかなと思うんですね。ですので、そういう方たちに私は少しでも希望を与えるためにも、やっぱり発信はやめたくないなと思うんですよ。最大のね、動機っていうのは、今ですよ、今の動機っていうのは、自分だけ豊かになってもしょうがないってことなんですよね。同じように自由で豊かな人がいればその人と関わることができるんですけども、誰を誘ってもね、都合が合わないんですよでしょう。だからそこはね、やっぱりいろんな人をおこがましいことながら引き上げていくことができればいいなと思ってます。ただ私には今家族がいますんで、究極誰もいなくなっても家族と一緒にいる時間が、まあ、全てでもいいかなって思ってくるのも事実なんですよね。時とともに気持ちってのは変わっていくもんですしね。攻めの人間もいつかは守りに入って、
どんな優秀な人間も、どんなに記録を重ねた人もいつか引退するんですよね。ということでね、私も引退はまだしないですけども、隠居というブランディングでまだまだ推していきますけども、ただやることはアフィリエイトから完全に投資に変わっていったかなと思いますね。じゃあ吉田さん、また R34 で一緒に楽しみましょう。いってらっしゃい。